山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。金沢市港一丁目にある古谷ランバーに古谷貴明さんを訪ねました。貴明さんは金沢市彦祖で生まれ育ち、ものづくりが大好きな少年でした。高校2年生の時、自分の殻を打ち破りたいと思い、オーストラリアに留学しました。世界中からやってきた留学生と出会い、片言の英語でコミュニケーションをとり、考え方や食べ物、文化の違いを肌で感じながら、ありのままの自分を出して毎日接することができました。留学から金沢に戻って、京都の大学を受験し、合格発表の日に届いたのは信じがたい連絡でした。合格したことを一番に伝えたかったお母さんが亡くなったという知らせでした。貴明さんは呆然とするしかありませんでした。京都の立命館大学に進んだ貴明さんはバンドを組み、ギターボーカルとして音楽に打ち込みました。卒業後、大阪の木材を扱う商社に勤め、仕事の基礎を学ぶとともに、社長から人として生きることを厳しく叩き込まれました。その後、自分がやってみたかった仕事、レコード会社に入り、プロモーターとして北陸の担当になりました。新しい発想で人や物をつなぎ、企画を考えてアーティストを売り出す仕事はとても貴重な経験で、現在その頃の経験が生きています。そして27歳の時に家業の古谷ランバーに入社。2019年、お父さんから社長を引き継ぎました。古谷ランバーは1904年創業、貴明さんで5代目になります。家具建具から飛び箱、音響材など目に見える木材を取り扱っていて、個人のお客様も買うことができます。木は生きています。悪い空気を吸って良い空気を出してくれます。仲間と学校を回り、木育のお話をして、小さい頃から木を身近に感じてもらおうと活動しています。木材コンセルジュ古谷貴明さんは、のとひばの特性を生かして普及させたいと思っています。そして趣味でバンドをやり、 CD を出すなどエネルギッシュに活動しています。木に関することならば貴明さんに相談してみてください。気に入ったものがなければ、納得いくものを作るお手伝いもしてくれますよ。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。